9、10世紀のブルグント王国ルドルフ一世は、ブルグント王。ルドルフは、ブルグントケーベルフ家の出身で、オセールハク・コンラート二世と、バルドラーダ・ホンボルムスの息子である。父コンラートより、バレエのサンモーリス世俗修道院長の地位を相続し、こう、ブルグントにおける最も有力な貴族であった。 フランク王カール3世が廃位され死去した後、皇ブルグンとの貴族及び、高位聖職者たちは、サンモーリスにおいて、ルドルフを王に衰退した。この衰退に基づいて、ルドルフは、ロタリンギア全域を要求したが、東フランク王となったアルヌルフと争うこととなり、アルヌルフはルドルフに対し、ブルグンと王として認める代わりにロタリンギアへの要求を放棄させた。しかし、 ルドルフとアルヌルフの敵対関係は894年まで断続的に続いた。一方、近隣の諸公であるボゾン家との関係は良好で、姉妹のアーデルハイトは、ブルゴーニュ公、リシャール正義公と結婚し、娘のアーデルハイトは、プロバンス王類三世盲目王と、ウィラは、トスカーナ辺境博母祖と結婚した。ルドルフ一世の死後ブルグンと王位は、 息子のルドルフ2世が継いだ。ルドルフ1世の家父、ウィラは912年にユーグダルルと結婚した。プロバンス王ボソの娘ウィラと結婚した。ありがとうございます。